皆さんこんにちは、池谷隼人です。ハヤポンのサックスクエスト第1弾ということで、何やろうかなと思ったんですが、今日は2つの商品を紹介したいなと思っています。世界に誇るサクソフォン専門メーカー、日本の会社で柳沢管楽器というところがあります。僕も柳沢管楽器の楽器を使ってますよ。その、リガチャードネジをね、最近開発して、発売しています。どんなものなのかというのを皆さんにご覧いただきましょう。さあ、リガチャーなんですけど、まだつけていません。今つけているのは BG の L11、トラディション L11 というタイプですね。どっちから見ても B なんですね。この設計が面白いなと思うんですけど、リードを押さえるところが縦線で押さえるようなね、そんな設計です。で、今日紹介したいものはこちら、柳沢製ヤニー6という商品名なんですけど、まずですね、特徴としては4つのエボナイト製スペーサー、内側にですね、黒いパーツがついてて、これ4つついてるんですけど、エボナイトというのはマウスピースと同じような素材のことを言うそうですね。それを4つ内側にこう出てるんですね。これつけてるんですね。これをかまぼこというタイトルなんですね。続いて、リードを押さえる側の、4つ、ここにね、ちょっと後でお見せしますが、4つの円形の、なんかこう突起物というかね、ちょっとこう出てるところがあります。これマカロンというふうに名付けています。この、2つですね、かまぼことマカロン、これが特徴になります。で、このかまぼこ、黒いパーツの部分がマウスピースを押さえるんですね。で、リードを金属のマカロンというところが押さえるので、実はマウスピースに金属が全く触れないんですね。なので、マウスピース傷つけることがないなっていうね、ふうに思います。で、このね、なんかこうネーミングですね、ヤニー6、これ何なのかというと、6、最後に S がついてるんですけど、6つの空間、ヤニー6スペースということで、これつけるとマウスピースと、リガチャーと、それからリガチャーとリードの隙間がちょうどね、隙間を数えるとね、6部屋、6つの空間があるんですね。6個の空間があります。なのでヤニー6スペースで6という風になっているようです。まあ、いつもね、柳沢製の商品というのは、昔リガチャーでは魔法のリガちゃんというのがありました。あれもね、なんかすごいネーミングだなと思いましたけども、あれもね、僕気に入ってはいたんです。音がいいなと思ってたんですけど、ある時からちょっとね、こうマウスピースに傷がつく傾向が出てきてしまって、なんならね、マウスピース柳沢製のオリジナルのね、純正のマウスピースにも傷がつくというね、なんか設計上なんか問題が出てきたんじゃないかなと思うんですけど、傷も最初気にしないでね、音がいいので使ってたんですけど、そのうちなんか使わなくなってしまいまして、で、もうなんか影が薄くなったというかですね、それを今回のそのかまぼこですね、エボナイトで抑えるというところで、完璧に解決してきたんじゃないかなと思います。それからデザインですけど、このね、正面のリードを押さえるところが Y の字になっている、柳さんの Y なんでしょうかね。それから、ネジの部分がね、こう手で持つところが花の絵が描いてありますんでね、それもなんかちょっとおしゃれっていう感じですね。で、全体的に、金属が硬いというか、ネジも含めてすごく頑丈な感じがします。なので、あまり落としたりしちゃいけないですけど、仮にちょっとうっかり落としたりとかしても、そんなにすぐに曲がるっていうもんでもないなという感じがします。さあ、それではですね、早速これ音をね、聞いていただきましょう。まずは、何もそのヤニー6を使わずに、今までというかね、この BG を使って演奏したいと思います。
で、リードはね、バンドレンの銀色の箱 V12 かな、の3番をセットしています。マウスピースはセルマー製のコンセプトというねマウスピースです。それでは音を聞いてください。さあ、これがどうなるのか。付け外しの時はリードを割らないように細心の注意を払ってくださいね。今のがヤニー6になります。今のこのマイクがですね、どこまで音声を正確に拾って皆さんにお届けしているのかというのがちょっと謎ですけど、まあ、演奏した側からの感想で言うと、BG の方はですね、特徴としては音色がすっきりしています。爽やかで、音色としてはね、あの水絵の具で描いた水彩画というんですかね、こうふわっと柔らかい感じに聞こえますね。で、ちょっとねおしゃれな感じというか、で少し音の傾向としてはふわーっと外にこう散る感じになります。ミスティというかね、霧のような、ね、音色というか、まあ、あの演奏者にもよるのかもしれません。リードの調子もあるかもしれませんがね。はい、僕はいつもこの BG の音色をヤニー6と比較して例えている時に、豆腐とわかめだけでシンプルな、に作った味噌汁ですね、出汁の効いた味噌汁、そんな感じがします。わかります？豆腐とわかめだけのシンプルな具で作った出汁の効いた味噌汁ですね。あのとても美味しいですよね。味わい深いですよね。さあ、続いて、ヤニー6を吹いた時の感想ですが、なんかね音の成分が増える感じがします。音というのは、倍音というかね、いろんな音が混じってるんですね。それから、まあ、ノイズもあるかもしれません。息の音とかね、いろんなノイズがある中で、そのいろんな音の成分が、こう現れるというか引き出してくれるというかね、そんな感じがします。音の迫力もねパワフルで、音がこう、さっきはね BG は散ってしまう感じだったんですけど、ヤニー6にしたらこうその散った音がグッとこう集約されて前にポンと飛んでいくという感じがね、します。僕は個人的にはそういう風に思いました。濃い色でですね、少しこうはっきりしたタッチで描いた、あの絵画というね、デザインというかね、そういう絵のイメージが湧きましたね。で僕はあのその味噌汁に対してこれを何というかというと、具沢山で栄養たっぷりの豚汁というね、感じがします。とても素晴らしいリガちゃんの一つです。で、まあ、あのこっちの方が優れているとか劣っているとかそういう話ではないのかもしれませんけど、まあ、好みに合わせてね使い分けてみるのもいいのかなと思います。ただですね、僕もそういうわけで、音色とか吹き心地とかですね、いろいろ悩んでですね、 BG とこのヤニー6と両方使って、その都度ねこう切り替えたりしてたんですけど、いろんな生徒さんにね聞いてもらったところ、このこっちのヤニー6の方が圧倒的にいいっていう、ね、声がね多いんですね。なので、聞いてる側と演奏してる側の印象の違いとか好みの違いっていうのもあるのかもしれません。ぜひね、あの試して、買う前に試すと思うんですけど、その試す時に誰かに聞いてもらうっていうのが、おすすめです。それでは、次はネジを紹介したいと思います。ネックの部分と本体の部分をグッと固定するネジになります。これは、商品名はヤニーブースターと言いますね。今つけているのは、
純正ネジです。で、まあ、一応比較のためにですね、またあのリガチャーは BG に戻していますが、まずこのヤニーブースターの説明したいと思いますけど、これ今本体ちょっと見づらいですけど、本体ネジ A です。それから、これにジョイントパーツというのがついてきまして、ここ穴が開いてて、またこうネジになってて、これをね追加することができます。でジョイントパーツは薄いものじゃなくてもちょっと厚いものもありまして、どちらをつけるかを選ぶことができるということで、本体だけ、ネジ A だけ、それから、それにジョイントパーツ B を付属する、追加する、それからジョイントパーツ C を付け替えるという3タイプの楽しみ方があるというのがね、この商品の特徴ですね。でこの素材が何でできてるかはね、僕もまだ知らないんですね。なんか特許がどんどんとか言ってね、あの秘密なのかもしれませんけどね、ちょっとね重い感じがします。あのぜひね店頭で探してみてください。さあ、このネジを締めるこの手で触れる部分はですね、あのこう縦線というか、あのギザギザがついているので、あの締める時にもねささっと締めることができます。それでは、まずですね音を聞いていただきますが、まずは、BG のリガチャーにこの純正ネジですね、この純正ネジもなかなか良くて僕は結構気に入っています。どんな音色がするのかお聞きください。純正ネジです。さあこれを外してみたいと思います。これ純正ネジ外すのちょっとね、全部抜くの大変ですからね。普段ネジ全部外すことはないわけですからね。ところがねヤニブースターのねこの取り付けは結構さっさっさと早いんですね。外すのも早くてこれなんだか便利な感じがします。それでは、ネジ A ですね、本体だけ付けたバージョン聞いてください。はい、いかがでしたでしょうか。でこれに、ジョイントパーツ B、 薄い方のね、追加のオプションパーツですね、これをちょっとつけてみます。これもすぐ取り付けできますね、すごくいいですね。それでは聞いてください。これをこうすぐ取れるんですが、今度は一番厚いもの、ジョイントパーツ C と呼ばれるものを追加します。こう早いですね、取り付けやすくてとてもいいです。では聞いてください。でしょうか。演奏した側の感想を言いますと、純正ネジも結構良くて、純正ネジはあのやっぱり爽やか、軽やかという感じがします。すごくね軽く、音が出てくるというか、あの出すこと自体が簡単というよりも音色自体が軽やかな雰囲気を持っている感じですね。
で、ネジ本体 A だけの場合はまずね少し音が出やすくなる感じがします。これちょっと説明すると、息を入れた後に反応が、ちょっとね純正ネジよりも少し息が必要なのかもしれません。少しだけパワーを加えると純正ネジの時よりも早く反応するというか音が出るんですね。だからちょっとなんか壁があってそれを乗り越えた時に音が反応がいいという感じですね。それはすぐ慣れると思いますので結果的に音は出やすくなる感じがします。で少し音の、なんていうか迫力というのが少し増す感じがします。それに、ジョイントパーツ B をつけるとまたその能力がより顕著に出て追加で音が明るくなる気がします。明るい音がいらないなっていう人は本体だけだし、もっと明るくいきたいなっていうことであればジョイントパーツ B をつけるのがいいのかなと思います。さあそれでジョイントパーツ C に付け替えると、今度はね迫力がやっぱり最大限になりますよね、一番重いというかフルスペックって感じですからね。それで音をこう集約して、こう前に飛ばすっていう感じはそのヤニーブースターの最大限の、ね、特徴じゃないかなと思うんですけど、リガチャーの、ね、ヤニー6の時と同じような、ね集約して前に届けるっていうそういう、特徴がより顕著になります。でも遠くで鳴るっていうだけじゃなくて近くでも遠くでも鳴るような気がします。まあ、実はこの部屋、撮影してる場所は、そんなにホールで撮ってるわけじゃないので遠くでどういう風に聞こえるかという検証はできませんが、皆さんぜひね試してみてほしいなというふうに思います。さあ、ちなみにこの2つのパーツを両方使ったらどうなるのかというのもね試してみたいですよね。さあヤニー6とヤニーブースターで、ヤニーブースターはちょっとまずネジ A だけにまた戻してみますね。それでは音を聞いてください。はい、さあ、ジョイントパーツ B をつけます。では聞いてください。それでは最後にジョイントパーツ C、 今は薄い方でしたので厚い一番大きなやつをつけて最後にします。さて、今日紹介した、2つの商品ですけど、まずお値段ちょっと確認させてくださいね。まずリガチャーの方です。ヤニー6は、22,000円税抜きです、消費税が上がるんだかなんだか、ニュースになってますので、もし上がるんだったら上がる前にご購入検討してみてはいかがでしょうかね。ただしですね、ちょっと気をつけてほしいことがあります、このリガチャーはちょっとマウスピースとの空間をね6個の空間を作るために、ちょっと大きいんですね。外にこう広がってるわけですね。なので専用のキャップが必要になります。これです。真正面から見るとここにですね6つの穴が開いてて、これもまたヤニー6ホールなんでしょうかね。6つあります、はい、
これが通気口というかね、通気性を良くするためですよね。さあ、これがねキャップが2000円なんですね、これも税抜きになります。なので両方買うと高いなと思うかもしれませんが、あの将来的にはですね、例えばキャップだけなくしたとしたらキャップだけ買い替えることができますし、まあ、リガチャちょっと壊しちゃったとかですね、あの古くなってきたから新しくしようかという時にキャップを買わなくてリガチャだけ買うっていう、そういうお買い物ができるっていうのがちょっと魅力かなと思います。あの BG の場合はですね、リガチャとセットで売ってますから、あのキャップとリガチャセットですから、どっちかなくしたって言ったらまたね両方買うのかなってね、あの BG も2万円ぐらいしますからね、このヤニー6、ソプラノバージョンも今出てますね、7月1日、2019年7月1日に発売しているようですね。僕はまだ吹いてないんですが、どうもね好評のようです。ぜひね試してみたいと思っています。それから、ブースターネジの方ですけどね、これは、6500円、税抜きという風になってます。これはですね、値段の相場としてはね僕は安いんじゃないかなと思っています。というのも、まあ、3つのね、付け方が楽しめるんですよね。本体だけ、それからジョイントパーツ残り2つをどれを使うかということですけど、そういう楽しみ方ができて6500円というのはですね、他のネジに比べるとちょっと安いなというふうに僕は思いました。ザ・サックスというサクソフォン専門誌がある、わけですけど、その中でネジの特集ね、組まれていまして、それ見るとですね、いろんな、まあ、ネジの価格がありました。あ、なるほど、いろんなのあるななんて。でその金額見ると、まあ、6500円は決して高い方でもないなという印象でしたね。ただ、まあ、他のネジを僕は試したことがないので、あのぜひね、他のもね、試してこれも吹いたっていう人のね声もね聞いてみたいし、僕もあのそれ試してみたいなというふうに思うんですけど、これ自体は、とてもいい商品ですね。皆さん試してみてくださいね。それから、迫力が増すとかですね、音の明るさとかですね、そういうのって、まあ、演奏をする形態、例えば吹奏楽の中でやるとかソロでやるとか、そういうものでも、少しこうニーズが変わってくるのかもしれません。演奏者の好みでも変わるかもしれません。ジャズのプレイヤーはねまた違うのかなとか、そういうものもあるので、まあ、この3タイプのね使い分け、それからリガチャですね、まあ、そういう組み合わせが楽しめるといいんじゃないでしょうか。それから、注意点です。ヤマハ製の楽器を使っている方はヤマハのネジに合う、ヤニーブースター、ヤマハの楽器に合うヤニーブースターというのが、存在します。それから柳沢とセルマーの楽器を使っている方は、同じネジでいけます。つまり柳沢セルマー用のヤニーブースターとヤマハ用のヤニーブースターが2種類存在しますので、ご購入の際はですね、そこら辺あのちゃんと確認してみてください。それからその他の楽器メーカーを使っている方は、このネジが規格が合うのかどうかちょっと僕は分かりません。試してちゃんとネックも固定できてるなっていうことを確認したら、ご購入ということで、ぜひチェックを怠らないように気をつけてくださいね。さあ、以上です。楽しんでいただけましたでしょうか。お買い物のね参考になればと思います。今後もいろんな動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録をして最新の動画に備えてみてください。それから今のね、ご覧いただいた動画も、いろんな人にねシェアしてもらえると嬉しいなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。池谷隼人でした。